ゲオルゲゲオルギュデジは共産党時代のルーマニアの政治家。労働者階級出身で1930年にルーマニア共産党に入党。1933年にストライキ活動で逮捕されるが、獄中で党中央委員に選出され党の活動を指揮した。第二次世界大戦中の1944年8月に脱獄し、 アナパウケルラモスクワ亡命組の支持を得て、第二次世界大戦後の1945年に、当初期長となった。1947年に王政を廃止し、ルーマニア人民共和国が成立すると、実質的な最高指導者となり、ヨシフスターリンに忠実な政権運営を行い、党内外の政敵を処罰、弾圧した。前初期長のステファン・ホリシュも1948年に、 処刑され、当初は、スターリンの代官と、あだなされ、外務大臣として、牽制を振るっていたパウケルも1952年に、シオニストの容疑で逮捕され失脚した。しかし、スターリン死後に、スターリン批判が強まると、一時初期長を追われる、格好となるがすぐに復帰。1950年代末頃からは、ソビエト連邦やコメコンの枠組みを超えた。 自立路線を導入し、西側との経済交流を開始した。1965年にガンで死去するが、こうした自主路線は後継のニコラエ・チャウシェスクに引き継がれることになった。ありがとうございます。